福井クラブのキャプテン野村圭介選手です。今日の試合を振り返って一言お願いします。はい、まあ、1点は取れたんですけどね、やっぱ、まあ、昨日と同じような展開で先制点取られてしまって、まあ、そこでなかなか流れが悪いままずーずーいってしまって、まあ、ちょっと課題が多い試合でした。土曜日曜とたくさんのファンの方が応援に駆けつけてくれました、メッセージお願いします。はい、まあ、福井シリーズで勝つことができなくてすごい申し訳ないんですけど、あと2試合日本リーグ残っているので、まあ、そこで勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。